これから質疑に移りたいと思います。質問ある方どうぞ。はい、意見じゃあ最後に読みましょう。意見は今、ちょっと質疑、はいはい、わかりました、お待ちください。あ、質問報告させてもらっていいですか。あ、ちょっと待ってください、はい、あの質疑の手が上がったので、はい、はい、どうなったのって言った方がいいか、どうなったの、質問3つございまして、私は横浜で医者を医師をしております越智と申します。一つはですね、無駄だけ迫ってきたので、本当にマイナンバーの紐付け誤りですねの事例もこれだけ増えてきているということで、その集団訴訟みたいなものをする、国家賠償請求訴訟みたいなんですねいう形をすると、少しはインパクトがあるし、被害が浮き彫りになると思うんですよね。でそれで集まれば、なかなか国が隠している紐付け誤りの実態も把握できるし、数も実態的に把握できるしという意味もあると思うものですから、そういう集団訴訟みたいなのはどうなのかなというのは、その司法関係者の方がいらっしゃればと思うんですが、あともう一つは、本当にその今いろんなその難病関連の法律ですね、あと小児慢性疾患の法律などでも、匿名難病情報とか、匿名小児慢性疾患情報、そういう形で匿名情報を一般企業が扱えるような形に、さっきの話ですよね、医療情報の利活用っていうのが進んでるんですけど、匿名って言いながら匿名のはずがないわけじゃないですか。もう全くそのまま素通りで流して、企業の方で匿名化してくださいよっていう話なんですよね。これはその法的にも趣旨に反することだと思うので、この辺はその実態的に全くその漏らしてしまうもんだというところは責められないものなのかなと思うのが一つと、あともう一つは知念さんにお伺いしたいんですけれども、マイナンバー保険証がいよいよ運用されている状況で、インターネットにつないでいることによる、そのランサムウイルスなどの攻撃などの弊害ですねみたいな、何かそういう構造的なネットにつないでいるということに伴うトラブルみたいなのが顕在化してきているのかっていうのを教えていただければと思います。すいません。はい、ありがとうございます。集団訴訟の国家賠償請求、はい。どなたに答えてる？山田のやつ使ってます。じゃあこれを使います。それは質問じゃない。じゃあその案内。どなたが答えてくださるか、集団訴訟また聞いていいんですけど、原田さん大丈夫ですか。1番と2番何でも原田さんに頼っちゃうんだけどえ、あ、いいですよ、2番はいい、知念さん2番と3番を答えていただこうかなと思ってるんですけど、よろしいですか。はい、はい、ちょっと法律的なことは私もわからないんであれなんですけど、ただやっぱりこう訴訟を起こすときには具体的なその被害事実の立証というのがやっぱりまず必要になってくるのかなというふうには思うんですね。で、紐付け誤りによって具体的に例えば投薬が
まあ、別あの、本人じゃないデータに基づいて何かされそうになったということで、まあ、今回非常に、それをネットに告発して、報道されて、まあ、大きな問題になったわけですけども、まあ、実際それで被害というかされたという話では多分あの方はなかったのかなと思うんですが、だからちょっとあの詳しく私もあれなんですけど、多分その紐付けた結果どういう、 こう被害があったかというところの立証ができれば、まあ、考えられることなのかなと思うんですけど、ただちょっと私たちも、全然この問題なんか訴訟で云々ということは考えてなかったので、まあ何かあの教えがあれば教えていただければというふうに思います。その訴訟をしますよっていうことを、まあ、ホームページに出したり何かこうネットの方に流せば、あのそういう被害を受けたということがわーっといろんな方が言ってくると思うんですよ。でやっぱりもうね、他の人の情報、他の人に情報が流れたっていうことだけでも普通なことですから、やっぱり追及できるんじゃないかと思うんですよね。その実態的な、まあ、我々が思うような大きな被害がなくても追及できるかなというふうには思うんですが、いかがなんでしょう。ちょっと、まあ、必ずしもちょっと法的にこれどういうふうに争えるか私たちもあの今までちょっと検討したこともなかったので、あの、まあ、まあいろいろちょっとこの間裁判ねかかってくださってる弁護士の方もあるんで、まあ、ちょっとこういう提案もあったということも含めて、まあ、ちょっと可能性どうなのかなというようなことはちょっと、まあ、相談はしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、はい。じゃあ次、知念さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず難病等を含めての確かにそのプライバシー性が相当高い医療情報に関してなんですけれども、何でもかんでもそのマイナ、なんていうんですかね、民間利活用させるかって言ったら、まあ多分国もそこまでバカではないので、あのそういった意味では一定程度ですね、あの見せる範囲の、医療情報っていうのは制限はかけてくると思います。特にその民間企業に対してですね、その特にその PHR っていうのはあの PHR 事業者っていうのはあるわけですけれども、ここに対してどこまでの範囲の医療情報を提供するかっていうところですね、健康情報に関して医療情報を提供するかっていうものに関しては、まあ、かなりそれなりに規制はかかると思うんですけれども、あくまでこれ法律上の規制だったりルールっていう話なんで、まあ、それがですねいろんな理屈をこねて、まあ、突破されるような可能性っていうのは全くないことはないかなっていうふうに思うんです。ただ今当面の間はそれはないかなっていうふうには思いますけれども、ただそれもですねやっぱりあの市民団体、あと我々のような医療団体がオンブズマンのような形でですね、逐一やっぱりその情勢をチェックして、その都度やはり何かを発信していかなければいけないっていう、やっぱりそういう、まあ、なんていうんですかね、役割というか使命というのはあるんだろうなというふうには、思います。それが2つ目のご質問のご回答になるかなと思います。で3つ目のランサムウェア攻撃に対しての弊害トラブル事例ということなんですが、これはもう、一昨年ぐらいから出始めてます。あの特に有名なのはあれですね、あの徳島 の, あ, のあれどこでしたっけね、あの半田病院か、半田病院が、初めて、まあ、あのランサムウェアでですね、まあ、攻撃を受けて、カルテ情報が、
数ヶ月間、3ヶ月ぐらいかな、もっとかな、見れなくなったと。で、あそこの病院に関しては結局のところですね、システムを一から全部入れ直したっていう、ことで、その間ですね、初診の患者は見れませんと、いうこと、それとあと、患者さんに聞き取りをしながらですね、まあ、いろいろと、手作業でカルテを作り直したというような報告を受けてます。でその次にあったのが、大阪の、病院ですね、救急なんとか病院ですね。でここに関してはですね、食事を提供している給食業者の方から、ランサムウェアが、その病院内のシステムに入ったというふうな話でありました。で、それ以外にもですね、実はちょこちょこあるんです。で、今まあ大きな病院みたいなことを言ってますけれども、実は静岡県の、ある、一般開業医の先生のところもですね、ランサム攻撃を受けています。それでですね、実はこれはまだ内部で動いているところではあるんですけれども、まあ、ここの先生に、まあ、どのような状況で、まあ、どのような対応をしたかっていうのは、まあ、我々の全国組織の方でも、ウォッチはしているところではあります。で、これがなんでじゃあそんな簡単に医療機関突破されるんですかっていう話なんですけれども、これはですね、浜松医科大の、浜松医科大学か、ちょっと忘れちゃいましたけれども、あれ違うな、どこだろう、名古屋かな、名古屋大学だったかな、深津博さんという教授の方がいらっしゃるんですよね。で、この方がですね、医療愛策っていう、団体を立ち上げてまして、で、医療分野の、その情報セキュリティに関して、結構第一人者で、かなり動いてらっしゃる方なんですけれども、まあ、その方の講演を聞きますと、今このランサムウェアって意外と簡単に作れるらしいんです。で、要するにそのブラックマーケットがですね、世界のレベルでかなりこういうその、ランサムウェアとか含めてのそのウイルス攻撃みたいなブラックマーケットがですね、まあ、かなり広い形であって、それもかなりこう組織だって、大きな組織だってあって、でランサムウェアを簡単に作れますよみたいなパッケージがもうどうも闇の世界では売ってるっていう話なんですよね。こんなこと僕が話していいのかなって思うぐらいなんですけども、でもまあそれが事実らしいんです。それでですね、要するにパソコンのプログラムをちょっと作れるような人であればランサムウェア簡単に作れるようなパッケージがもう売ってるみたいなんですよね。で、さらにパッケージが売ってるだけじゃなくて、そのランサムウェアによる脅迫の仕方みたいな、そういうなんていうんですかね、手順書っていうか、なんていうんですかね、そういうハウトゥーもだいぶ流通しているっていう話なんです。なので、そういった意味ではランサムウェア攻撃っていうのは別にこれ医療機関に限らずですね、そのルーターっていう仕組みのところなんですけれども、そこの脆弱性さえついてしまえばどこでもできると。で、例えば半田病院もそうですよ、大阪の病院もそうなんですけれども、そこをピンポイントに狙ってやってるかっていうと、ランサムウェア攻撃をやってるかっていうと、そうじゃなくって、要するにばらまくわけですよね。ばらまいて1件でも2件でも引っかかったら閉めたもんだっていうような、まあ、そういうようなですね、投網方式なんですよね。で、まあ、それで、まあ、医療機関とかですね、どうしてもそういう情報に疎いとか、まあ、要するに医療機関ってシステムを管理するための機関ではないですから、医療を提供する場なんで、そういうそのなんていうんですかね、IT の専門家を何人も雇ってですね、常に24時間こうなんていうんですかね、セキュリティをチェックするなんていう人材は大きな病院だっていないわけです。診療所で言えばパソコンがちょっと触れますぐらいの人しかいないわけですよね。それであればやっぱりそういった機器のですね、セキュリティがどうかだこうだなんていう情報が入ってくるわけもないし、そんなことに業務時間使ってられないわけです。これは特に医療機関に限らず中小の、
企業はほとんどがそうなんじゃないかなというふうには思います。でそういうところをですね、今疲れてかなりトラブルに遭っているっていう実態、これはまあ顕在化しているだけでも20件以上あるんですけれども、ここ 1,2 年でですね、あるんですけれども、まあ実際潜在的にはもっとあるんだろうなというふうには、思います。まあこれに関してはですね、一応国の方もガイドラインとか示したりとかですね、あとまあその医療情報のセキュリティに関してのガイドラインをアップデートしたりしてるんですけれども、ただその内容を見ますと、どうしても従業員 4,5 人しかいないような一般診療所がこんなことやれるわけないじゃんっていうようなレベルのですね、セキュリティを課して、それを義務に近いような形で課しているわけですよね。その時点でもうちょっとおかしいし、まあそういった意味ではですね、まだまだ日本のそのまあなんていうんですかね、デジタル技術っていうのがそこの部分からですね、まだまだ技術不足だったり、こういった、まあ、セキュリティに対しての対応ができるほどの成熟さはないっていうのが、まあ、証明されているんじゃないかなというふうには、まあ、思います。ちょっと答えになっているかどうかわからないですけど、以上です。あ、はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。やっぱりセキュリティ対策がきちんとできない間はマイナ保険証を使わないっていう病院がね、増えてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ山崎さんお願いいたします。静岡、どうしましょう。あ、はい、そこ行きます。はい、ちょっと待ってください。ここから話をしてもいいですか。どこで話してもいいですか。私静岡から来てます。で今日の、皆さんへ配った資料の中に、全国で健康保険証存続の声を申し通しだというチラシ1枚入っていると思いますけど、11月7日に実は東京新聞に、自民党の会派も意見書を出した。で全会派一致して、政府に意見書が出た。こういう報道がありました。で確かにその通りなんですが、その背景は夏頃から、私どもいろいろな会派回りをして、マイナンバー問題、特に健康保険証の存続に、つながるような、活動をということで、立憲民主党なんかも、入っている創生静岡っていう会派をまず最初にターゲットにして意見書提案ができないかっていう話をしました。でいずれにしても市民団体で請願出しても否決されるっていう、まあ、状況にはうちの静岡も変わらないもんですから、いろいろあちこち会派回りをする中で、まあ、立憲が、請願に入らないというのの中で自民党の中に対抗意識があったのか、我々が昔大憲法の、改悪反対とか、あるいはコンビニ出店規制の条例を一緒に作った経験があったもんですから、その当時から市会議員をやっている重鎮の鈴木さんっていう議員に、まあ、この際、胸襟を開いて話をしませんかっていうふうな話を持ってきました。でそしたら、そんな政府が決めたことを一地方の議会がひっくり返すような意見書なんか出せるかという、最初そのぐらいの調子だったんですけれど、いや先生、そんなこと言ったって自民党をまとめるだけの力のある人じゃないですかっていう話を、まあ、上手に持っていきながら、でこの間も知念さんとも先ほどお話したんですけど、まあ、同じように長期になって市会議員やってる緑の党の松屋って市会議員を間に挟んで、その、自民党の市会議員と話し合って、そして私たちが原案を提案をし自民党で揉んでもらって、また向こうから出てきたのマイナンバー制度の信頼を、確保するためにみたいな文章だったのを、それを削らして、そして最終的には妥協の産物なんですけど、ちょっと読み上げますが、いろいろトラブルがあったと。で
その上で、政府が来年秋に実施しようとしている従来の健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一体化することについてはここから先です。その実施時期にこだわることなく国民の理解を十分に得ることを強く要望する。つまり廃止とか延期とかっていう表現は自民党としては使えないと。だからそれの代わりにその実施時期にこだわることなくっていうこういう妥協の文書を双方で作り上げて、提案をし、で結果として、創生静岡立憲民主党に入ってる会派も、まあ、自民党の意見書だったらっていう形で彼らは賛成をし、公明党も賛成をし、連合系も賛成をして、まあもちろん共産党賛成なんですけど、全会派一致とこういうふうになったと。でそういういきさつを東京新聞取材をしないで、自民党ですら意見書を出すっていう流れが全国でできてるよみたいな形で報道したもんですから、逆にそのことが私どもの方へ連絡があちこちの団体から来て、で、私も来春からあっちやこっちや行って、勉強会の講師として参加をせざるを得なくなったという状況です。で、そういう状況の中でまず静岡市議会だけ政令市として、で浜松は多分うまくいかなかったんじゃないかと思ってるんですが、あの県下にはねそういう立憲それから社民、無所属、まあ、その他の、環境系の市会議員を含めて25人ぐらいいるんですよ。でその人たちが正直関心を持ってないんです。このマイナンバー問題に環境問題非常に熱心ですけど、でそういう人たちにずっと順番に、私どもも、いろいろ働きかけをしながら県下で一つの運動体にまとめていきたいなと。でこれは12月の2日までしか逆に言うと期限がないと思って、まあ、それで廃止や延期になればね、あるいは選択制にでもなれば非常にあの運動の成果だと思いますけれど、そこまで県下で広げていかないと、せっかく作ったこの、自民党会派との全会派一致の意見書が生きてこないと、こんなふうに思ってますので、それは頑張っていきたいなというふうに思っています。で、もう一つですけれど、静岡市に対して、質問したけど結局回答がない件についてちょっとお話をします。延べ発行枚数が500万枚サバを読んでたっていう話がありましたよね。松本総務大臣が、90何パーセントが一挙に4ポイント減ったっていう話で、新潟で 101% の交付率なんてなっておかしいじゃないかっていうとこから始まったんですけど、あのその枚数の種類ね、これをあの静岡市でも問いただしました。延べ枚数と交付の実際の交付枚数との違いについて、その枚数の分類をしたのかというふうにあの質問しましたけども、やっぱり答えが返ってきません。でなぜそういう質問したかというと、もちろん死んだ人、それから住民移動した人で有効期限が切れた人っていうのがあるわけですけれど、この有効期限が切れたっていうのはどういうことだということは政府も発表してませんが、シリアル番号の5年の有効期限っていうのが2015年ぐらいからカードを発行し始めてますけど、もうすでに5年を過ぎた枚数が全国で1300万から2000万枚近くになっていると思います。でこれを、更新しないままカードの券面だけはまだ使えるからということで、シリアル番号の更新をしないという人がかなり大勢いるんだろうと。前からいらないネットの中でも私もそういう話をしていましたけれど、その更新切れっていうやつがね、結局このダブル500万枚っていうのにかなり入ってるんじゃないのかっていう、静岡市のデジタル推進課に
公開質問状を出しましたけれど、それについては返事がありません。何枚更新切れが発生してるんだっていうふうに聞いたんですけど、発表がありません。で、したがって今政府の方で10年にしようという動きがあるんですけれど、これは5年で切れたという如実な現実がある意味政府の中で影響しているのではないかというふうに思っています。で、12月まで、最後のまとめです。12月までとにかく市民運動として、言ってみれば中道も、巻き込んだ、喧嘩の運動に私どもは責任を持って一生懸命広げていきたい。で、そうでなければあんな連中は左翼の連中のやってることだみたいな、そういう雰囲気をなんとか払拭をして喧嘩的な運動に、広げていきたい。で、その上で、政府に本意を促す。で、この本意を促す方法としてはね、私は、今の今国会で、終盤でもいいんですけれど、立憲、共産、令和、社民の4会派で、これの、延期あるいは廃止までまとまらないかもしれないですけれど、選択制とかね、そういう法案修正見直しを要求する、議員立法として提案をし、我々の市民運動が一生懸命それをバックアップをして双方連携をする形というものができていけば、かなり僕はインパクトがある。これは自民党が、否決をするでしょうけれど、その否決をめぐってね、国民的な世論を喚起するっていう、私は非常に大きなインパクトのある、運動になるんじゃないかっていうふうに思っていて、ぜひいらないネットでもその点検討していただければありがたいというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。大変ご苦労な取り組みをされたなというふうに思います。はい、自民党をやっぱり巻き込んでやるっていうのは大変難しいところが、ね、ありますので、ありがとうございます。それをまた喧嘩の運動として、今後もやっていくというところ、はい、ぜひまた報告ください。ありがとうございます。で、後ちょっとご意見いただいたのは後のディスカッションの時に生かすようにしたいと思いますので、お待ちください。まずは、質問がある方は質問から取りたいというふうに思います。お二人ですね。はい、時間的に質問はお二人でよろしいですか。まだご質問ある方、じゃあお二人、あ、三人、質問は一つで短めお願いいたします。昨日でしたっけ、岸田総理が、保険証の廃止は予定通りあるっていうふうに言ったんですよね。で、ちょっと質問なんですけど、これは私個人としても絶対やらないで腹決めてるから全く問題ないんですけど、彼が何と言おうとね、その医療機関がこれからどういうふうに動くのかというのがちょっと心配なんですよね。いろいろ対策取らないと医療機関としても存続難しくなってくると思うんで、その辺どうなってるのかちょっとお伺いしたいということなんですよね。で、今浜松の方の大変力強い意見もありましたけども、なんかこれだけ問題が起こっても相変わらずだっていうのは一体何なのかっていうふうに思ってる次第であります。以上です。はい、じゃあ医療機関、知念さん、お願いします。はい、ありがとうございます。医療機関はですね、今マイナンバーカードのでの、要するにマイナ保険証を読み取る機械っていうのの導入が、義務化されてます。なので医療機関はやんなきゃいけないんですよ。現時点で、例外っていうのが 7% ぐらいの医療機関あるんですけれども、それ以外の医療機関っていうのは基本的にシステムを入れなきゃいけないんです。入れないで営業してたらそれは営業違反になっちゃって、
最悪ですね、営業取り消しになっちゃうんです。なので医療機関がどうこうとかって言ってももう医療機関はやらざるを得ないので、もう皆さんやりたくないけれども渋々入れてるんです。お飾りのように機械を入れてるわけです。なので今医療機関の心配をするよりはどちらかっていうと患者さん国民の側がどのように自分たちで選択していくか、自分たちでやっぱり保険証は存続した方がいいよね、マイナンバーカードは使いたくないよねっていう選択がどれだけ広がっていくかっていう勝負なんですよね。でそうは言ってもじゃあ医療現場が全く無抵抗かって言ったらそうではなくて、いやいや我々にはこんなシステム入れる義務ないよねっていう訴訟を今国に対して起こしているんです。それが1400人の一大集団訴訟になっているっていうことなんです。だからまあこの訴訟はこの訴訟で我々まあ保険協会はじめとして今本当に全力でバックアップしていますけれども、あとは本当皆さんの側がどういうふうにするか、それとあとやっぱりまあうちとかも神奈川の保険協会とかやってますし、他の保険協会全国的にも取り組んでいますけれども、マイナンバーカードでの受診は始まりましたけれども、いろいろトラブルあるからできる限り保険証持ってきてくださいっていうふうに窓口で呼びかけてるんですね。そういうことはやってます、だけれども実態として法律としてはもう義務っていうふうになっちゃってるから、医療機関にまあこれ以上もっと頑張れケツっていうふうにケツを叩かれちゃうとそれはそれでちょっときつい状況だということ。なので皆さんの方で、もう頑張っていただく、双方頑張っていただくっていうようなことかなというふうに思います。以上です。あ、じゃあ、あれ？西村さん。あ、でも次、また知念さんの回答なのでかけといてください。今オンラインシステム化の訴訟についての質問をしたいということです。一応切っておきます。はい、どうぞ。すいません、ちょっと先にやらせてください。今の関連、知念さんのお答えの、ね、中に関連なんですが、オンライン資格義務存在、時間記述とかご存知でしたら、ぜひ。法廷とかも教えていただければ法廷行きたいもんで。ありがとうございます。先日、12月の7日に第4回の、口頭弁論があったんですよね。で、第5回がね、2月のいつだったかな、ちょっと待ってください。あ、そう、2月の29、時間何時でしたっけ？11時半。あ、1時半。ごめんなさい。2月の29日の1時半、東京地裁です。103号。はい、103です。大きいところです。すいません、ぜひ皆さんお時間あれば傍聴していただければと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、質問、藤代さん、これを渡しますね。どうもありがとうございます。マイナ保険証を使わないというかもうやめちゃって、何しろ健康保険証を来年の秋に廃止させるというのを何とかして止めさせなくちゃいけないなというのは主要な課題だなというのは分かるんですけど、これのもともとの始まりが、まあ、河野の、まあ、来年やめちゃうよということから、そしてその総点検、その後いろんなトラブルがいっぱい出てきて、あらゆるマスコミに出てきた後に、で先ほど原田さんとそして宮崎さんからもあったんですけども、いわゆるそれぞれの省庁で省令というか政令というのを変えて、何しろ申告するときに全部マイナンバーを書かせろと。これ今までなんかマイナンバー制度って僕たちはもうマイナンバーと結びつけてこんなとんでもないって言ってたんだけど、彼らはいわゆるこのマイナ保険証だっていわゆるシリアル番号って言って、ここで個人認証使うからマイナンバーじゃないんですよって言ってて、ね、していわゆる情報連携だって機関符号ですよと、マイナンバーじゃないんですよと、してここに来て一気にマイナンバーを書けっていうね、堂々と言い出したっていうのは、なんかすごく省庁交渉では今までと手続き同じですよって言うんだけど、ちょっと恐ろしいんで、前最初の頃に国税庁とか省庁交渉やった時に、書かなくても確定申告いいですよっていうのをやっぱり運動の方でもね、ちゃんと言っていかないと、これみんなさっきの表を見てもめちゃくちゃいろんなとこであらゆるとこでマイナンバー書け書けって言ったのを、先ほどの話なんだけど、共済の申告に書きなさいって言われてるんだから書きなさいよって言われて、いや省庁交渉でこれ書かなくていいって言ったから書かないでいいですよっていうふうにやっぱりやらないとっていうか、このマイナンバーっていうのを露骨に出してきたっていうのは
非常に疑問というか不安なんですよね。なんか見方によっちゃイージス・アシアを辞めた河野がなぜか保健所を辞めるってトラブルを起こして、その後のトラブルをフォローするのに敵地抗議じゃなくて今度はマイナンバーそのものを突っ込んでくるのかなっていうね、そういう恐ろしさも感じるんです。このマイナンバーをあえてここまでいっぱい出し始めたのはどういうふうに捉えていらっしゃるか、ちょっと教えてというかさせていただければ。はい、ありがとうございます。社会保険事務所も一斉に分かってきたね、はい、ありがとうございます。その背景ですよね。はい、分かりました。原田さんよろしいでしょうか。あ、そっかそっか、向こう側の意図というのはちょっと私たちにも分からないところはあるんですけども、まあ、今回この話が総点検本部で、まあ、当初からですね、まだ点検も始める前から、解決策としてマイナンバーの記入を義務化すると、まあ、そういう省令改正やるとかいうことで、まあ、すでに健康保険法とか一部そういうのが始まってきてたと。で、まあ、正直なところまあ、結局このトラブルを利用してですね、まあ、今まで、マイナンバー買わないぞなんて言ってた、まあ、そういう逆らってた連中を一掃してですね、まあ、全て、マイナンバー書かせると。でマイナンバー書けっていうことは先ほど宮崎からさんから話があったように、書くときに必ず本人確認をしなきゃいけないので、自然的に、まあ、マイナンバーカードをじゃあ取ってもらわなきゃ困りますという話になっていくという、まあ、こういうような人の攻撃を意図してるんじゃないのかなと正直かなり思いました。で、これ絶対ヒアリングとかもう一回やって、かつての扱い違うのかなってどうなるのかなっていうんで、ちょっと戦々恐々としてこういう、まあ、話し合いに臨んだんですけども、まあ、一応扱いとしては従前と変わりませんよと、まあ、いう話ではあったんですね。うん、あ、そうなのかという正直ところは あるんですけれども、でまあ、今回ですね、非常に話厄介なのは、そのマイナンバーを提供するということと、符号で情報連携するということと、電子証明書のシリアル番号を使って情報連携するということと、もうなんかぐちゃぐちゃになってきてるわけなんですよ、マイナンバーの、まあ、非常にこう分かりにくくて、だからもうみんなちょっとなんだかよく分かんなくなっちゃったという気持ちにならざるを得ないところがあって。まあ、これ国の側のオンライン資格確認の説明なんですけど、マイナンバーが関係している部分というのはこの右上のところで、要するに保険者に対して私たちはマイナンバー、あ、まあ、一応、まあ、義務って言うと変ですけど、その記載書類の中にマイナンバーの記載欄があると。で、保険者はそれを確認してこのオンライン資格確認をやるための、支払い基金国庫中央会というところにそれをこう情報として挙げるわけなんですよね。でただこの国庫中央会自体はマイナンバーは別に直接使うわけじゃなくて、何を使っているかというと電子証明書のシリアル番号ということで、本人がマイナポータルを通して、自分のマイナンバーカードのシリアル番号と、このオンライン資格確認で持っている、健康保険の被保険者番号の個人単位化したもの、これを紐付けする作業をすることによってこのシステムが動いていくという、まあ、だから直接マイナンバー使えませんよというのが、まあ、国の側のずっと医療機関に対する説明、としてあったわけですよね。で、まあ、こういうような仕組みが一つあって、まあ、あと情報連携というのはまたこれとは別で、機関別符号というのを別に使って、今度はその他の行政機関との間でつなげるときにはこの国交庁会もそれを使ってやっていくみたいなふうになっていると、二重三重にわけわかんなくなっているわけなんですけども、でまあ、今回だからそのマイナンバーを書かせるということは、まあまあ、正直なところ結局そのこんな肝付き誤りが出ちゃったんで、これちゃんと本人たちが出さないからいけないんじゃないかと、まあ、単純に考えて、で、まあ、徹底して書かせればトラブルが起きないから、そしたらまあ信頼回復できて、順調にオンライン資格確認も進むんじゃないかという、まあまあ それだけって言うと語弊ありますけど、まあ、そういう話なのかなという気も
正直、まあ、あえてこれ攻撃としてなんかガンガンやってきてるということでもないのかなという気持ちもちょっとは持ってるんですけど、ただまあ意図がどうあれですね、あのそういう先ほど話、宮崎さんから話があったように、まあ、もうとにかくマイナンバーってのはきちんと書くもんだし、そういう認可証書類ってのはきちんと書くもんだし、もうそれはもう日本国民の、まあ、日本国民だけじゃなくて外国人もそうなんですけど、もう義務なんだと、まあ、そういうことについてですね、あだのこうだの言ってるやつら自体が問題だという、まあ、そういうふうなこう先ほど知念さんから排外主義というふうにも言われたんですけど、まあ、そういうことだってあのあの言うやつは、まあ、もう正直こう切り捨てみたいなですね、まあ、あの正直社会風潮にもなりかねないところはあると思うんですね。で、まあ、そのマイナンバーかあの今回取得が7割というのは、まあ、そういう意味で言うと非常にこうある意味微妙な線でですね、これやっぱり9割とかになると、これこの間河野がボロッと言いましたけど、もう9割とかになればもうマイナンバーカードの義務所持の義務化も考えた方がいいんじゃないみたいなことを言ってるわけですよね。おそらく当初からそう思ってたと思うんですけど、7割にとどまったというのは、まあ、本当に私たちの成果なんですけれども、まあ、非常に微妙なラインになって、これがどっちにどういうふうに今後転んでいくのかと、まあ、いう状況なのかなとは思うんですね。で、まあ、ただあのでじゃあどうするのかということで、まあ、あのある意味こう立憲民主党なんかも対案としてですね、マイナンバーカードをちゃんと提供してないからこんなトラブル起きるんだから、あのちゃんと提供させればいいんだみたいなことを前テレビ討論で何か言ってたのを聞いたんですけども、やっぱそうなると困るというかあれなわけで、要するに何でもかんでも必ず紐付けて全て個人情報を管理しようと思うからこういう事態になってるわけで、別にだからマイナンバーは正しくわからないとか何か正しくわからなければ紐付けしなきゃいいだけの話なんですよね。で、紐付けしなければ当然まあオンライン資格確認も使えないから、まあ、その場合健康保険証を持っていくのや何なりは、まあ、しなきゃいけないわけですけれど もうそれはもう本人の判断だと、何も全ての人間をですね必ず紐付けなきゃいけないというこの考え方自体ですね、まあ、私たちは反対してたわけだし、まさに今回もそういう形で反対していきたいなというふうに思っているんですね。まあ、だからあの、まあ、今回の直接的な意図はそういう単純にあのこれ以上あの紐付け誤りなんか叩かれるの嫌だし、なんかそれはこうお前らは提供しないのがいけないんだっていう お得意の責任転嫁をやりたかったということなのかなという気はちらっとちらっとはするんですけど、ただまあ意図はどうあれ、まあ、先ほど言ったような形だし、でまあ逆に言うとまあ私たちがずっと、まあ、私たちだけじゃなくてあの特に民生さんだとかいろんなところも含めてですね、まあ、この 7,8 年間もうマイナンバーカード提供しない、マイナンバーカード取らないと番号提供しないとかやってきたことのある意味こうそういう市民の抵抗がですね、まあ、今回こういうような形でマイナンバー制度をある意味こうぐらつかせてしまっていると、それをなんとか向こうはあの取り繕いたいわけだけども、逆に私たちとしてはだからこうもうマイナンバー制度そのものはもう見直しなんだと、こんなみんなが嫌だと言ってるものを押し付けなきゃいけない、成り立たないような制度は認められないんだという話をですね、まあ、していくというふうにまあ今思ってるところなんですけども、まあ、そんな感じで考えてます。はい、ありがとうございます。いいですか、話して西村さん。あ、原田さん、そのままちょっと持っててください。質問が。しゃべっていい？マイク。このマイク？あ、はいはい。じゃあ、ね、今あの紙面でね。ちょっと待って。はい。はい、すいません、はい、はい、OK ですか、はい、原田さん、紙面であのご質問いただいたんです。オンライン資格確認とは何かっていうところでいただいたのでそのままつけておいていただきたいよろしくお願いいたします。基本の木一番難しい、やりますよ、そしたら俺だまあ、何かということなんですけど、あの国の側のとりあえず説明としては初めの説明は、これによって患者さんの負担も減るし医療現場の負担も減るし結構なことですかと、まあ、いう宣伝をずっとしてたんで、まあ、そのために、まあ、医療の方の DX というかことだったというふうに思うんですけども、まあ、あの先ほど知念さんからも報告があったように現実はボロボロになってきちゃって、まあ、全然その当初言ってたようなメリットなんかないよという話になってくる中で、まあ、今年に入ってから特にまあ強調している、まあ、去年くらいあたりから要は医療 DX のためより良い医療を受けるためにオンライン確認が必要なんだと、
で、この要はオンライン資格確認システムの仕組みを通すこと作ることによって、より良い医療が受けられるようになるんだ。だから、オンライン、この資格確認やってくださいと、マイナ保険証を持ってくださいと、まあ、いう話にかなりこう大きく変わってきたわけですね。まあ、ある意味非常にこうイデオロギー的な推進論に変わってきてて、で、まあ、それっていうのはこれは国 の、 その 医療 DX で目指す医療情報プラットフォームの図なんですけど、まあ、冒頭にはっきり書いてあるようにオンライン資格確認システムのネットワークを拡充してこういうものをプラットフォームを作っていくんですよと、まあ、このプラットフォームを作るためにはオンライン資格確認システムをちゃんとみんなが利用してもらわなきゃできませんと、これをやるために必要なんですという話に今なってるわけですね。だから、まあ、今の時点で言えばそのオンライン資格確認システムというのは、まあ、私たちは医療従事者がどうかという話じゃなくて、この、医療 DX、 医療情報を全てこうかき集めてですね、まあ、利活用していく、まあ、この仕組みを作りたいがための仕組みがまさにこうオンライン資格確認なんだと、まあ、言ってもいいと思うんですね。で、まあ、仕組みとしてはまあ先ほど言ったような形で、ちょっとどちらの質問の意図かっていうのはあれなんですけど、仕組みとしてはそんなに難しい話ではなくて、先ほど言ったように健康保険組合から全てのいわゆる保険資格に関する情報プラス特定検診を受けた情報あるいはレセプトの診療情報薬剤情報、こういうものを全て社会保険支払い基金と国保地方会が共同で作ったこのオンライン資格確認等システムというところを全部集めさせて、そしてまあここのところにまあ働くアクセスをすると。でアクセスする仕方はまあ、マイナ保険証を使った場合には医療機関で顔認証カードか、あるいは目視で顔を確認するか、あるいはマイナカードプラス暗証番号を使って問い合わせするか、あるいはそれ以外の場合には健康保険証を使って健康保険証の記号番号などを入れる。実際はこっちの方がだから 95% 皆さんこうしていて、マイナ保険証を使っているのは 5% だと、 4.5% ということなんですけど、まあ、こういう仕組みでやると。でまあ、これはそうなんですけど、でただ肝になるのは結局そういうような仕組みを使うことによって、さっき言ったようにこの社会保険診療基金支払い基金なんかが中心になってですね、こういう今後どん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 いろんな医療情報をまあかき集めて、まあ、いろいろその、まあ、個人にはマイナポータル、あとまあ民間事業者なんかにもさっき言ったような仕組みでですね、どんどんこういろいろ流していけるような仕組みを作ることによって、まあ、要するに成長産業としてこのメンタルヘルス産業をですね育成していきたいと、これがまあ日本の新しい成長産業の一つであって、まあ、日本は国民皆保険制度をやっているのでそういう情報が集まりやすいんで、まあ、ぜひこういう形で成長産業化したいと、まあ、いうような話でこういうのは進んでいるというのがだと思うんですね。だから、まあ、最終的にはこういう全国医療情報プラットフォームみたいなものをですね作ることの是非みたいな議論に、まあ、なっていくのかなと、今後の運動としてですね、いうようなこともちょっと考えているわけで、まあ、その場合でやはりこう問題が厄介なのは健康保険証を廃止するかどうかという問題と、このオンライン資格確認あるいはさらにこの全国医療情報プラットフォーム医療 DX をやるかどうかという話っていうのは関連してるんだけれども同じ話ではないんですね。先ほど話があったように例えば医療現場に対してはオンライン資格確認が義務化されるというわけです。で私たち患者に対しては健康保険証をなくすぞという攻撃がかけられたわけなんですね。でつながってるんですけど、まあ、別々な攻撃なわけなんです。だからまあそれぞれのこう立場でですねそれに反撃していくということなんですけども、まあ、特にこのプラットフォームなんかに対してやはり一番大事なのはやっぱり自己情報コントロール権というか、先ほどのちょっと話があったように一応今いろいろやっぱり民間に提供する際には例えば次世代医療法なんかの場合には、まあ、匿名化、まあ、匿名化といっても次世代医療の加工するところまでは匿名じゃない方に言ったりするんですけど、まあ、そういう場合だとか、あるいはそのレセプト情報を一定の審査のもとに提供していくというようなことというのは、まあ、今でもこう行われているわけですけども、まあ、今回このプラットフォームなんかを作るにあたって、まあ、個人情報のある意味こうハードルをちょっと下げてですね、まあ、社会的に有益なものであれば、提供できるようにしていくだとか、まあ、そういう検討っていうのも徐々に始まってますし、まあ、左側に書いてあるようにこのプラットフォームの目的というのはその民間の PHR 事業者なんかに情報を提供して、さらにはそのことによって国民の行動変容、
つまり先の話があったように自分で自分の健康を守るというふうに要は働きかけをしていくための材料として使っていくと、まあ、こういうのは仕組み自体に対してやはりこう自己情報コントロール権とかですね、あるいはそのまあ国民の行動変容をこうやって求めていくということ自体がどういうことなのかと、自己責任論っておかしいんじゃないかみたいなことも含めてのですね議論というのが、まあ、問われていく局面にはなっていくのかなという気はしています。まあ、だからオンライン資格確認って、まあ、そういう局面にあるんではないかなというふうに思うんですけれども。はい、ありがとうございます。半分分かって半分分かってごめんなさい、もう時間切れなので後でごめんなさい、本当に、すいません。でご意見いただいたのだけ皆さんにご紹介いたします。なんか教育関係についての質問ということで、例えば高校において生徒が定期試験などで取った成績をマイナンバーカードに結びつけてその人のマイナポータルで閲覧できるようにするのか、でもう一つが顔写真をマイナンバーカードに登録するとその写真を元にしてその個人がいつどこに行ったかとかの記録を取れるようになる、その記録をデジタル庁の職員が保管できるようになる、私はこのような取り扱いに反対ですというふうにご意見をいただいたようか、皆さんでディスカッションした方がいいんです。私たちいらないネットでもこういう項目についてはなかなか深い議論がまだできてない。でこういう問題はやっぱり監視管理社会への問題と、直結しているというふうに思いますので、今後課題また市民集会が開いた時にこういったテーマでディスカッションできたらなというふうに思いますので、よろしいでしょうか。ちょうど9時にここを閉会しなきゃいけないのでよろしいでしょうか。はい、じゃあこれでごめんなさい、質疑応答これで終わりたいと思います。では最後に、この緑の紙に書いてありますマイナ保険証の強制を許さない集会決議案、今から読み上げます。政府は12月12日、マイナンバー情報総点検の実施結果を公表した。健康保険証の廃止は不安の払拭が前提と語っていた岸田首相は、この結果を受けて健康保険証の発行を来年秋に終了しマイナ保険証に移行することを表明した。しかしマイナ保険証に対する不安が払拭されていないことは誰の目にも明らかだ。市民はマイナ保険証を維持して利用率は約 4.5% に低迷し、医療現場では保険資格が正しく表示されないなどのトラブルが続いている。100を超える地方議会が健康保険証の存続を求める意見書を可決し、各種世論調査では過半数が健康保険証廃止反対と答えている。これで健康保険証を廃止することなど許されない。政府はマイナンバーカードの所持は任意であるにもかかわらず、今年3月までにほぼ全国民に所持させる方針を立て、マイナポイントの付与や市区町村業界への圧力などさまざまな普及策を行ってきた。それでも目標達成が困難と見るや健康保険証を廃止してマイナンバーカードを所持させようとした。しかし今年3月のマイナンバーカードの保有率は7割にとどまり、政府の方針は失敗に終わった。マイナンバーカードをパスポートとして常時携帯しないと生活できないようなデジタル監視社会を私たちは望まない。政府の強引なマイナンバーカード普及策によってこの1年さまざまなトラブルが発生した。政府は紐付け誤りがわずかだと印象付けようとしているが、そもそもマイナンバー制度は正確に個人を特定して情報連携をするために巨額の費用を投じて作られており、紐付け誤りの発生は制度の失敗を意味する。政府は紐付け誤りを手続きの際のマイナンバー記載の義務化によって解決しようとしている。しかしマイナンバーを書かないことのみを理由として給付やサービスを提供しないことは許されない。従来から各省庁は本人がマイナンバーの提供を拒んだ場合は未記載でも受付手続きを進める扱いとしており、今後もこの扱いは変わらないことを私たちに回答している。紐付け誤りは本人がマイナンバーの提供しない場合は紐付けを行わないルールの徹底で、防止すべきだ。番号法成立から10年が経ち、政府はマイナンバーの利用を社会保障、税、災害の3分野以外に広げ、
法改正によらないで利用や情報連携の拡大を可能にする番号法改正を行った。またマイナンバーカードを官民の個人情報共有のツールとして利用拡大しようとしている。しかし3月9日の最高裁判決は利用が3分野に限定されていることや利用提供が法律で制限されていることなどを根拠にマイナンバー制度を合憲とした。政府の利用拡大はこの合憲性の要件に反している。私たちは所持が任意であるマイナンバーカードの押し付けを許さない。私たちは自己情報コントロール権の保障なしに利用拡大することを認めない。2023年12月22日マイナ保険証の強制を許さない集会参加者一同ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当に9時になってしまいました。最後までありがとうございました。来年12月まだ1年ありますので、マイナ保険証の、健康保険証廃止化、それを撤回させるべく、運動していきたいと思います。でちょっとあのご案内だけなんです、すいません。いつも私たち新宿南口で毎月乗船やっています。マイナーの健康保険証を、廃止にさせないということ で1月は1月の21日です。午後2時からやります。2月の18日です。ぜひ新宿南口にご参加ください。どうもありがとうございました。